きつくオアシスは下に触れる一番だしといガツを煙る湯気にそそる匂いと裏腹に今日もまた結び目昆布が断ち切れてさららさららしれたき流れゆく使える身にちぎった重い水のよう嘘は罪で練り物話さつま揚げ真心は浮かんで消える煮卵牛すじ通さぬ話など聞く耳持つほど野暮じゃない涙もこらえて頬張れば露たくに溢れ出す陛下も光れるおでんの屋台泣かせるからしの痛み乱れる目酒胸にしまって夜も更ける花咲け心にかもしみるぜかも熱い感に触れる指先も飲むせず煽るチョコの味もいささかほろ苦い流行りすたり語る個人はやかましく言うなれば役者の戯れとたわわたわわ持ち肌ちくわぶの誘う淡い文句巾着胸に抱き厚揚げ張りに愛しい心秘めたとていざとなりゃ根性なしのこんにゃく反転どころも触れもせず刹那の出会いを見送れば甘した喉元しみじみと言葉なく満たしてく陛下もきらめくね酒だけに浸る添い寝の想い心はじゃが叫んでじゃが夜も更ける耐えて花咲け心にかもしみるぜかも心にかもしみるぜかも明日のヒットが動き出すレコ祭6王30年の歴史を誇る全国レコーディング歌謡祭通称レコ祭六王とはその作品部門作詞家作曲家の登竜門です。作家になりたい、作
品を全国発売したいという方は、作品を六王に応募してください。一次審査を通過した作品にはオリジナルの楽曲がつきます。そして専属のボーカリストによってレコーディングが行われ、作品が完成、レコ祭の作品部門六王にエントリーされます。最終審査の結果、全国デビュー採用審査で合格した作品は全国発売、カラオケ配信等がスタート、夢の作家デビューを果たします。六王に作品を応募したい方はこちらをクリック、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。